どうもマリアです。今日はサムライです。サムライです。サムライといえばなんか偉い人を守ってるイメみたいなイメージがあったんですけど、有名なところで行くと宮本武蔵が二刀流だったとか、その辺しか私は知らないんですけど、なんか私に関して知識が今回あんまりなかったんで、なんか居酒屋とかにありそうな、そうですね、寿司バーとかにありそうな看板のイメージで書きました。バイバーイ。ここまで動画を見てくださってありがとうございます。この紙からチャンネル登録お願いします。スマートフォンの方は下に説明文に登録のところがあるので、そちらからお願いします。一緒に筆ペン書道楽しみましょう。それではまた、バイバーイ。